皆さんおはようございます。2021年12大丈夫かな9月の29日水曜日ですね。立憲民主党の副代表の衆議院議員原口和弘です。朝のご挨拶 A です。おはようございます。ごきげんよう。新しい電話なんで大丈夫ですかね。おはようございます。ごきげんよう。昨日この内閣で最後の議員運営委員会質疑ということで、菅首相がですねようやく出て来られました。それで我が党からは、黒岩さん、それから吉川さん2人のもう一生懸命コロナ対策にも国民に寄り添って頑張ってきた2人がですね質疑をしたわけですけど、なぜその国会に出てこられないのか応じないのかということを聞いたら、ぶら下がりをやってますというお答えで、ああこれも劣化の象徴なんだなって。憲法とかやっぱり国の仕組み枠組み、もっと言うと国の形と言ってもいいですね。それをご理解をどこまでなさってるんだろうっていうのをつくづく思いましたね。国会を通して国民に説明をする、国会を通して国民に理解を求め協力をお願いする、この当たり前のことがですね当たり前じゃないんだっていうことが分かって、まあ今更ながら愕然としたわけですね。議員内閣制ですからね。しかも議員内閣制で連帯して責任を負う国会に対してですね、それを無視してやれば何が起きるかって言ったら、それはもう暴走。こんだけ1万7000人を超える方々が亡くなりですね、今も亡くなり続けているこの世界最悪のから5番目と言われるような、そういう状況を改善することはいくらでもできるはずなんですよ。法律も論戦でたとえ負けてもですね、いやそうなるんだと、そっちが正しいんだと分かれば、であるお医者さんが野党は批判ばっかってまたろくでもないこと書いてましたけど、どんだけ法律出してますか、どれだけ予算対案出してますか、それでも届かないっていうのはやっぱり怠慢ですよね。いくら言っても分かんないんだったらないのと同じですからね。本当にこう国会を通して国民に説明をする、まあ試合で言うと一方的にこう与党が負け続けて、そして今度はもう試合時間が終わったら延長して、で試合時間終わってるから延長も何もできないんですけど、プレイヤーを入れ替えると、そしてどうだと、同じ人たちがやってるわけで、これを変わるわけないですよね。許してきた人たちだから、森友家計桜を見るか許してきたわけですよ。もうほんの数人がこれはまずいっていうことを言ったけど、あとは見て見ぬふりをしてきたわけですから、その中をどう組み替えても同じですよね。藤原直哉先生が昨日インターネットラジオで非常にこう本質的なことをおっしゃってましたね。まあ今回の総裁選、まあ同期生が出てて、あこんな状況だったんだと、今更ながら唖然としたんですけど、
やっぱり日々学ぶっていうことが大事なんだなっていうか、学ばなくても国会議員になれるんだっていうのはやっぱり良くないですね。憲法のこと、財政のこと、国の根幹のことについて大変驚くことが多かったです、正直。本当にその国難っていうか、国がこう落ちていくときってこういうことなんだなっていうので、まともな人がじゃあいないかって言ったら、いや、いくらもおられると思うんですよね。でもそういう方々は出てこない。むしろなんかな、偏狂な、藤原先生の言葉によると右翼リベラル、そのここで日本はその保守リベラル の定義がいくつも錯綜してんで、定義づけて申し上げると、藤原先生がおっしゃってる保守っていうのは過去現在未来の連続性を大事にする姿勢というのを保守というふうに言われています。まあ、そうおっしゃってるんです。そういうことで定義して、今度はリベラルっていうのはその連続性よりもそこをこうジャンプする、非連続であっても物事を変えることの方をに重きを置くというと、日本に今幅を利かせておられる方々、右翼リベラルですね。過去の歴史や伝統や文化っていったことは学ぶこともなければ尊重することもない。で、強い言葉を発して隣国や他国を攻撃すると。で、攻撃したからって言って、言葉の攻撃で相手には何のあれにもならない。むしろ馬鹿にされてるだけですね。だって国力がボン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 落ちてるわけですから。負け犬の遠吠えなんですよね。いやー、本当にこの状況をですね、見てて、右翼リベラルの方々、まあ、私は別の意味で自分のことをリベラルだと思ってます。それは価値観に対して寛容であるっていう、価値観の座標軸のリベラル保守なんですよね。そういう意味じゃ、今言ってる保守リベラルっていうのは、別の意味の、要するに時間軸を中心とした保守リベラルの考え方ですね。で、もう一つ藤原先生がおっしゃってたことで非常に興味深かったのは、今の選挙って、その支持率だけが効くんじゃないですね。むしろ、不支持率で、昨日申し上げた、日本がもし100人の村だったら、ということで、まあ、自民党さんの今日総裁選なんですけども、そこでやっておられる、投票権のある方は、まあ、1% もおられると。新潟日報によるとですね。で、残りの 99% は、その中には入ってない、当然のことなの。で、投票できるのは、総選挙で、84人もおられると。じゃあ、この84人が、一人がなさる決定にですね、拍手喝采をして、それに同じことをやるかっていうと、そうは限らないっていうんですね。むしろ、これまでやってきた、もう本当に国民を舐め切った、この姿勢、侮りまくったこの姿勢、そして、帰らない人たち、帰らない経済、帰らない暮らし、これを考えたときに、今までずっと、私たちの支持率もまだそこまで行ってないっていうことは反省をしなきゃいけないんですけど、それでも勝ち続けてきた。野党共闘で勝ち続けてきた。これは、まあ私たちの力というよりか、やっぱり今までの横暴で、
国会で嘘を118回言ったっていうのがギネスに載るらしいんですけど、本当ですかね。もしそうだとしたらこんな不名誉なことはない。で、それにみんながノーっていうのは決まってますよね。子供たちに嘘言うなって言うわけでしょ。温かい姿勢で態度で接しなさいって言うわけでしょ。その恥ずかしいですよね、本当にね。その恥ずかしさを恥ずかしいままにしとくのか、それともいや違うと、あと 5% 投票率が上がればもう皆さんどうせ変わんないんだから、誰か言ってましたね、昔国民には寝といてくれたらいいって言って大負けした総理大臣が言いましたけど、今もその気持ちだと思いますよ。もうこの9年間やってきたことはちょっともう水に流して、ほら新しい役者も揃ったからそっち見てくれってやるんでしょうね。でもそうは問屋が下ろさないいうことを多くの人たちが知ってますね。このまま衰退に向かっていけばもう本当に沈む船の、今はまあ私も沈む船の中で溺れ死にそうになったわけですし、それは誰にでも起こることですね。国民の、まあ、この辺見てると、ね、あえて映しませんが、高層のマンションの高層階に住んでおられる方々、その方々とってですね、面白いツイッターがあったんですね。タワーマンの高層階にお住まいの、まあ、ご自身、エスタブリッシュだって、ね、思っておられるのが、隠さないでおられるのがなかなか可愛い、ツイッターがありましたけど、それとって全体を見れば、沈む船の中の、まあ、一瞬の安寧に過ぎないっていうことがわかると思いますね。で、昨日、色川大吉先生の本をずっと読み進んでると、バルセロナの陥落、ナチスがバルセロナを陥落させて、スペインの解放戦線が敗れたときに、イギリスや当時のイギリスやフランスはそれを黙認したんだ。いや、抗うことができなかった。で、結果、いや、フランスは黙認どころか、パリを占領されて、フランスを占領されるわけですよね。で、そこから今度は最後のイギリス攻めに向かうわけで。で、イギリスはもうこれで終わりだと思った日本は、やっぱり日独伊三国同盟を結んでるんですね。私ずっと不思議だったんですよ。国体の本義っていう本の中に、あれは昭和何年でしたっけね、文部省が出した国体の本義っていう本の中に、ファッションナチスについて見事な記述があるんですよ。その本質をズバッと書いた危険だっていうことを。で、その危険なものとなんでその手を結ぶんだと、その3年後か4年後ですね、日独伊三国同盟の。だから32、33年の話かもわかんない。ちょっと確認しないと。で、要は勝つんだと、ドイツがナチスが勝つんだと、そういう中でやったんですね。で、その時に勝ち進むドイツで、そのそれぞれの、まあ相手も帝国主義国家ですけど、帝国主義の国が弱るんで、その弱ったところを仏領インドシナとかどん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 占領していくわけですね。なんで帝国主義の国に、後発の帝国主義の日本が勝ったんだろうってずっと思ってたのは、ナチスドイツによって弱らされてたんですね。で、その弱らされてたナチスドイツと、あ、よ、
弱らせてたナチスドイツと、それからイタリアのムソリニと日独伊三国同盟を結ぶわけですね。でその時に双葉山のあの話が出てて、当時その双葉山が70連勝してて、それの負けが初めてそれに土がつくと、でそれにもう熱狂してると、国民が、つまり見たいものを見て全体のところはあまり見ないというか、何十億人もの人たちの運命を決することになったそのバルセロナ陥落について、日本の中でどれだけの人がそれをこれはまずいと思ってたか、いやむしろ良しとしてたんじゃないですかね、逆に。で結果米英の反撃が始まって、そして第二次世界大戦であれほどの人たちが亡くなるわけです。ああ、私のスーツですね。あれも古いスーツで、左の手のところに穴が開いてて、あ、埋めんというか。じゃあ、どうぞ、良い一日を。どうですかね、新しい電話。あの、カメラがすごいって、確かに昨日富士山見た時にすごかったですね。すごかった。なんかおじさんいないっぽいな。聞いてみよう。じゃあこのなんだ、フランボワーズバニーユで、フランボワーズバニー、あんまりこっち映さないですもんね。フランボワーズバニーユでご機嫌をしたいと思います。というかあんまりゆっくりしてると本当に今日ここへ間に合わなくなる。ではご機嫌よう、良い一日を。そうですね、さっきの白い花バニラみたいですね。ありがとうございます。